やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ、なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだな。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。レスタルムな。待ってるね。イリスか。たく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。おほほ、楽しみ。準備はできているか。あ、よし、行くか。
メテオ、実際あっただろ。あったね、燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ、絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だ。うわマジ、結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ。本人がこうだからな。そりゃどうも。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお、この街でかいな。久々の都会って感じだな。ケーブルカー、あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだ、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。ここ揺れた。地震ってやつか。どうした。なんか頭痛と思ったけど。大丈夫。平気、治った。あ、みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああそうだ、時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ、ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、王とどんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なん
かあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった。ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。Thank you.
ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ。ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。くれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。英語どうもな、タルコット。いいえ。
ノクト、買い物は必要な分だけにしておけよ。分かってるよ、お前は俺の母親か。分かってるならいい。よし、カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。じゃ、そのうちな。いらっしゃい。お泊まりになりますか？イリスか。おはよう。ああ、この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。
何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうさん。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。ノクト、揺れてなきゃ平気か？ああ、地震で痛む。理由がわからないな。左にいるぞ、気付けろ。分かった。
エグニス、指示。よし。はっ。嘘。終わり。あれ。やば。それ。ほびよ。あれ、海鮮料理好きじゃなかったのか。ストライク、頼んだプロンプト見えてるよ。ちょっと楽しいな、任せて。油断したな。怖いことやるじゃねえか。あれ、いい。エリスがいないと困るって。ありがとう。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。滝の裏にあるって話したけど。ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。な、入り口っぽいの発見。噂は本当かもしれねえな。うわ、早くも鳥肌。この格好のまま入るの。安心しろ、死にゃしねえよ。こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。だよね。あ、でも凍ってたりとか。冷凍保存か。で、そいつらが目指す。やっぱり出るよね。いや、うわっ。悪かったって。その調子だ、ドクト。ああ、全員無事だな。先行こうぜ。ユカ、ツルッツルだよ。やっぱしまった。決してやる。ああ、誰が見直したぜ、ノクト。あ、やっぱり寒い。っていうか寒すぎ、顔痛い。行こうよ。おう。入れて探せ。ちぇ、またかよ。あっ、だーはっ。えっ、はっ、てっ、
事だな。はいはい、行くぞ。滑んなよ。注意して進め。多分な。もう少し調べてみよう。突っ走るときは一人でだ。信じないぞ。せっ、あれ。え、すまない。てや、てめえ。よし。お前。で何よりだ。こっちは？こっちかも。どっちだよ。ほらここ。冷たい。あったかいもの食べたいな。もうそろそろな気もするんだけど。大丈夫か？
危ない。見えてる。ちょっと。大丈夫か。なんとか。危ない。パス。よし。見えてる。ゾッと。いいことだ。ナイスプロット。
戦したからな。大丈夫？なんだ？どこだ？どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれメテオか？カーテスの大皿が見えたのか？一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ライトつけよう。おう。チョコボ乗りてああ、今普通に流したね。それでは風邪をひく。どこかに入ろう。だな。体がベタベタで気持ち悪い。
この街、俺は割と好きだったぜ。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。タイミングバッチリだぜ。しっかりやられてんじゃねえか。大丈夫だったか、ノクト。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。エグネス、頼むわ。行くぞ。おう。
脱いだらどうだ。お前と一緒にすんな。見られて恥ずかしいってか。貧弱だからな。ちげえし、腹筋割れてるしな。おお、そうか。いただいた情報が役立った。さようでございますか。ありがとうな、タルコット。いえ。よかった。わしも嬉しいよ。幼い頃の王子と陛下を思い出すな。どうだろう。エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。ばっか。いい香りがするな。この辺り特有の香辛料が多いようだ。珍しく楽しそうだな。今日は暑いな。いい度まで行けば涼しいだろうな。いらっしゃいませ。何か飲まれます？ありがとうございました。またどうぞ。腹減ったな。やだ。好みの品を選んでくれ。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。
あ、嫁さん昇進だって。すごい。頂上に登ってみたいよ。すごい人だな。市場の方までずっと賑わってるぞ。暑いな。またよろしく。いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか？また来てくださいね。あれ？偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの？それ会いに行ってみる？何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ？2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対美味しいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。いったよな。また頭痛か。困ったもんだ。準備できた？じゃ、運転手は俺が指名しよう。君がいいね。エグニス、頼む。彼いつも運転してるでしょ。たまには休ませてあげなよ。じゃあ、君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。
you